香港最高区の海鮮街にあるパイボーハイボウは中国の伝統的建築様式の門の一つである。廃坊または略して坊と呼ばれることもある。海外では中華文化のシンボルの一つとされている。世界各地の中華街には廃坊がシルベとして建てられている。一般的に廃坊と廃坊は同じ意味で使われるが屋根や土峡のないものが廃坊と呼ばれ、 あるものが廃炉と呼ばれる。廃房の起源は、石器時代の士族の部落の出入り口にあった門の形をした建築物と言われる。最初の頃の廃房は、2本の柱の上に1本の梁を渡したものであった。正門に用いられた。寛大以降、中国の都市は壁と門で囲まれ、都市の中はさらに才の目に区分された。この区分された区域を里坊という、 それぞれの里棒にはさらに壁と門で囲まれた。ある歴史書物によると、里棒の中で良いことが起きると、里棒の門の上に里棒を叩える言葉を記した。張り紙をしたという。ここから、門は新しい形を持つことになった。人々は張り紙をできるだけ長く保存しようと、より頑丈な材料を使って、門を作り、里棒を叩える言葉は門に彫られた。これが、 現在の廃房の原型となった。壮大になると、里房の精度は次第になくなり、区分することがなくなっていった。里房を取り囲んでいた壁は取り壊され、里房の門は出入り口としての意味はなさ、なくなり、単に飾りとしての建築物に変わっていく。しかしこの建築物の形は次第に複雑に優美になっていき、最初は二本の柱に一本の針だったものが、 後世には六本の柱に五本の梁を持ち、屋根や土俵を取り付けたものにまで発展し、現在の廃慮になった。日本統治時代の台湾には多くの神社が建てられた。戦後、多くの神社は取り壊され、その上に中列の祠が建てられ、神社の鳥居は老房に建て替えられた。この例の一つに、台南市遠平軍王祠の中に、白、高敷が台を建てた老房がある。 呂坊には、正しく漢字端の四文字が刻まれている。モントリオール中華街の廃坊道路、寺院、寮坊、指導、架橋、渡り場、円林など石、木、レンガ、ルリなど一本の寮と二本の柱に一つの屋根、一本の寮と二本の柱に、屋根と時計が合わせて三つ、三本の寮と四本の柱に、屋根と時計が合わせて三つもしくは七つ、九つ、五本の、 両と六本の橋、北京、編集南京、編集台北、編集金門、編集横浜中華街にはそれぞれ入り口に廃坊を立てている。沖縄、編集、ありがとうございます。